務を装着して自由飛行するブルースマッカンドレス。飛行士船外活動とは宇宙服を着た宇宙飛行士が宇宙船の外に出て活動すること。かつては宇宙遊泳とも呼ばれた。本校では宇宙遊泳を含む船外活動全般について解説する。宇宙遊泳が開始された当初は命綱で宇宙飛行士と宇宙船をつないで船内から 酸素の供給などを行っていた。現在では宇宙服自体に酸素を供給する機能が付与されているため移動の自由度は増している。しかし安全上の理由で命綱を使用するのが基本的なルールである。スペースシャトルでは初期のミッションにおいて自由に移動噴射や姿勢制御ができる有人機動ユニットを使用したことがあったが実用的ではなかったため 使用されなくなった。近年では、スペースシャトルや国際宇宙ステーションのロボットアームの先端に足場を固定して行われることが多い。カナダアーム2の先端に足を固定して、船外活動を行うスティーブ・ロビンソン、飛行士船外活動を行う野口、総一船外活動の危険として、まず、スペースデブリとの衝突が挙げられる。 スペースシャトルなどの船外活動で典型的な地球から高度 300km における軌道速度は秒速 7.7km である。これは通常の弾丸の速度の約10倍である。したがって弾丸の100分の1程度の質量の物体、例えばペンキのかけらが弾丸と同じ運動エネルギーを持つことになる。あらゆる宇宙空間での活動によって、 この種の破片が発生しうるため、破片が衝突しあって、さらに破片を生むケスラーシンドロームのような問題が懸念される。他の問題としては、宇宙船から誤って離れてしまうことの装備で対処や、宇宙服に穴が開く、可能性、減圧症の発生などがありうる。宇宙服に穴が開いた場合は、速やかにエアロックに対比できなければ、無酸素と減圧により、 死に至る危険がある。レオーノフが初の船外活動で使用したベイルクトウ中は内部の気圧が上がりすぎて、服全体が膨張して細かな作業ができなくなり、エアロックを通って船内に戻ることができなくなったため、余圧バルブを開いて空気を逃がしてようやくことなきを得た。ありがとうございます。